映画評論家とかすごいすごいって褒めまくったんだけど何言ってんだよそんなもんガンダムでとっくにやってるよとお前らはみんな今回「コアファイター」脱出せよコアファイターっていうのはですねこのガンダムのお腹の中に入っている、えー、カプセルの部分が広がって飛行機の形になったものです、えー、これはあの35分の1のスケールだから、まあ、かなり大きいあのサイズで作ってありますな、えー、なかなかいい模型で,です、ね、窓もこのように。 ですね、あのまだ怒りに燃えるのアムロ君が乗った時のようにですねちゃんと窓が出てくるというですねなかなかいいプラモデルなんですけどもです、ねえー、これでですね弾道飛行というのは何かっていうと軌道速度に達しないロケット。 ミサイルの飛行経路だだと思ってください。実際の弾道飛行のモデルになっているのはです、ね、富野周樹さんが子ね、あの,子供の頃憧れた、ね、X15 というです、ね、ロケット飛行機のコースだと思います。で X15 というのは2分間の加速で,です、ね、大体マッハ5からマッハ6ぐらいの速度に達するんですけども。 その X15 と同じくです、ね、宇宙高度と呼ばれる大体高度です、ね、10万メートルあたりをかすめて、えーまあえー、南米まで直行する予定でしたつまり、えー、普通の飛行機としてです、ね、大気圏の中をビューッと飛んでいくんではなくてです、ね、本当にミサイルの飛び方なんですね。 これで思い切り加速してで、まあ、石ころが飛んでいくみたいな形で南米ジャブロまで、えー、ジオンの制、ね、空権の遥か上を飛んでいってでまあ行っちゃおうという計画だったんですけどもですねあの最初の30秒が辛いぞっていうふうにアムロ君はですね連邦軍の士官に教えられますまあまあもう怪我してるんですけど、まあ、多分あのなんだろうな サラミスのカプセルで一緒に降りてきた歯官なんでしょうけどもですねで中央カタパルトを使ってコアファイターを発射されるといいますつまりこのコアファイターの足のところにこのカタパルトのなんだろうな橋桁みたいなやつをカチャッとくっつけちゃってでこれを蒸気カタパルトでですね中央スチームバルブと言いますからスチームバルブで思い切りバーンと引っ張ると。 と同時にコアファイターの後ろのブースターを、まあ、なんか強化してあるんでしょうねそのエンジンを思い切り吹かすことによってです、ね、30秒間加速すると、まあ、あの多分、ね、5G ぐらい出るんじゃないのかと重力加速度の5倍ぐらい出るんじゃないかと。 つまり毎秒 50m の加速でいくんじゃないかというふうに考えました毎秒 50m のことは1秒後はですねあのまだ秒速 50m なんですけども7秒後にはですね秒速 350m つまり音速に達しますで30秒後加速の終わった時の終端速度は秒速 1500m ですからマッハ4.5ですね時速5 0 0 0キロぐらいだからまあまあな速度なんですよ でこれで、まあ、ジャブローまで飛び越えていこうと思いました果たしてこのアムロのですね大胆な計画は、えー、成功するのかですねでは「機動戦士ガンダム講座第,、えー、第14回コアファイターへ脱出せよ」ですね準備大丈夫ですか、えー、では前編の解説をですねお楽しみくださいではどうぞえコアファイター脱出せよっていうのはですねあのガンダムの中でも割と地味な回みたいな扱いなんですよと いわゆる本当にアムロ主人公のアムロがですね「コアファイター」という飛行機で飛び出して帰ってくるだけの話なんですよね。で戦闘シーンもいわゆる「取ってつけたよ」うに入ってるあのテレビアニメなので,です、ね、ロボットものなのでスポンサーの方から毎回毎回ロボット同士の戦闘シーンを絶対入れろって言われてたので仕方なく入れました感がすごい特にもう本当に今回のこの「コアファイター脱出せよと」と次回の「戦場はこうや」っていうのはですねすごい地味なんですね。 この回はです、ね、ところが地味なんですけど僕「ガンダム」の中でも一番好きな回の一つなんですね。っていうのはもう「上質のミステリー」っていうのかなあのアクション映画なんですよ。つまり戦略者として見てもそのホワイト・ベースはこういうふうに考えるジオはこのように考えると、お互いの思惑がですねうん誰一人頭の悪い人はいない誰一人頭の悪い人はいなくてその立場になったらそういうふうに考えるのが当たり前だというので。 行動してて作られていくんですね。アムロはです、ね、この回です、ね、あの第7話のです、ね「コアファイター脱出用」よってやる気を見せるんですね珍しくそれまでずっと受け身だったアムロが自分から作戦を立案してでコアファイターを使って弾道飛行してで地球連邦政府に行ってですね地球連邦の、えー、軍の本部にいてですねそこであの連絡をつけようというですね アムロにししては、すごく珍しい積極的な、自分から作戦立案をしてでブライトさんに提案してでこういうふうにすれば可能ですよっていうようないろいろですねプレゼンまでするんですけどもアムロのやる気もですねどっかへこの吸い込まれてしまう吸い込まれるっていうのはその周りの無理解であったりですねうん自分自身の計画の甘さみたいなものですか。だから主人公が 一回やる気見せて立ち直ったらですね僕らはもうすでに例えば「エヴァンゲリオ」のですね「あのシンジくん」とかそういうやる気のないキャラクターっていうのを見てるので,です、ね、あ,のあんまりおかしく感じないんですけど「機動戦士ガンダム」っていうのは1978年9年あたりにオンエアされたものなのでですね実はそういうキャラクターっていうのはないんですね。どちらかっていうと アニメのロボットものの主人公っていうのは熱血キャラクターで周りがいろいろダメだダメだと言ってるのに自分一人が「いけるぞいけるぞ」っていうですねそういうのしかないところにいきなりその体温が低いキャラクターとしてですね「あのー、ガンダム」の中に登場したんですね。でそれが第7話まで来て、ちょっとやる気見せたら。もう 7話まででも十分長いんですよこの主人公が <laughs> なんだろうやる気がないというのは。でなのに7話でようやっとやる気見せたのにそれをまた心をくじくようなことをするとこの作家は何を考えているんだ果たしてこのアニメを面白くするつもりがあるんだろうかというふうに、まあ、オンエア最中は大学生だった僕はですねちょっと心配にもなったんですけども。 ところが、がそれが普通のアニメよりずっと面白いわけですね。普通のアニメの主人公がやたらやる気があって周りの人間を励ましてグイグイ引っ張っていってっていうのがガンダム以降本当に嘘っぽく感じてしまうんですね。そうじゃないだろうっていうふうに。でなんだろう友情とかそういう風なものっていうか連帯みたいなものも。 とことんお互いに人間不信があって、その人間不信の中で最低限能力で支え合う。つまり思いやりとか相手の本音を知ったからなんかこう信じられるではなくて、ギリギリのところであいつはちゃんとなんだろうなあのー、ガンキャノンに乗ったとか <laughs> あの子はちゃんと包帯巻いたっていうお互いが働くことによってそのレンタ深めていくとこれは後に。 うーんと後になって宮崎駿が「千と千尋の神隠し」ででやったことなんすよ。千尋の神隠しの中で千尋っていう女の子は「千」という名前呼ばれて「千」になってその中でだ一生懸命働いて自分の居場所を作ることでようやっと一人の人間として立っていくっていうやつなんですね。 映画評論家とかがすごいすごいって褒めまくったんだけど、何言ってんだよ。そんなもんガンダムでとっくりやってるよと。<laughs> お前らみんなマっていう。だからその、過剰なね、世間の評価と、僕がその、機動戦士ガンダムをずっと押してるのは、広角機動隊もそうですけど、ずっと押してるのは、過剰な世間の評価っていうのが後の作に与えられてるけど、ちょっと待ってよと。それは、ちゃんと、 その前の作品でやってるよと、お前らは気がついてないだけだよって、こう、ちょっとイラつきもあって話してるんですけれども。<laughs>